今回、まあ、特に柏崎については、まあ、そうしたことのないように、まあ、防潮堤やその他含めてですね、前回の時にできなかったことを生かせなかったことをどうやってそこに一つ一つ生かしていくのかということでは、それなりの対策を今打っているというふうに考えます。どんな対策を打たれたんですか。ですからまずはそのもちろん訓練とかですね、そうしたようなこともそうですし、消防自動車高台にいくつも置いたというのもそうですし、消防自動車は運転したことなかったですから、福島の人間はですね、これはもう本当に訓練してなかったということもありますし、まあ、そうしたことも含めてとにかくいろんなケースで、給水ができるような冷却のための水が確保できるような形を今取っているということでございます。3月11日当日5時の段階で吉田所長は消防給水の検討指示出されているんですよ。はい。で進展予測もですね、はい、なされて、はい、メルトダウンということを認識されていたと、はいはい、にもかかわらず、これ着手するのが一晩経ってからなんです。非常に時間がかかってます。今の説明だけでは理解できないところがあって、はい、というのはですね、先ほどの質問と一緒なんですが、結局ベントしないと圧力下がらないわけだから、避難確認ができるできない状態でベントの判断をするんでしょうかっていうところなんです。そこはどういうふうに整理されるんでしょうか。はい、ですから先ほども申しましたように、弁当の判断の前にどのぐらい前に、そうした、皆さんへの通報ができるかということだと思っています。まあ、それは状況にもよりますし、何でもかんでも通報すればいいというものはもちろんないと思っていますので、それはしっかり状況をシミュレーションしてですね、で、それぞれのどの段階でできればなるべく早くですね、お知らせするという形に、今柏崎の訓練でもですね、まあ、そうしたことをいくつかやるようにしておりますけれども、まあ、そうしたことを積み重ねていくということだと思っています。3時35分か37分かどっちかでステーションブラックアウトですけど、でその後ですね、実際弁当ができるようになるためには、やはり非常事態宣言が出ないとできないんですか。なくてもできるんですか。まあ、そのどの状況にも、まあ、まさにステーションブラックアウトと全くない状況で、どういうことができるかというのも今はまさに訓練でいろいろやらせていただいてますけれども、とにかく繰り返しになりますけれども、どうやって早くそれを把握をして、で皆さんにお知らせするかということを、そこに一人尽きているというものですけど、もう一回申し上げますけど、2時間で逃げないといけないケースがあり得るんですよね。だからそれで、決断をして住民避難が終わっていない場合に弁当を求められた場合はどういう判断になるんでしょうか。判断というのは私どもの判断ですか。それともそうです、つまり機会をより大きな破壊を避けるために、もうしょうがないという形で排出するという決断を取られるのか、住民避難が終わっていなければ弁当は避けるという判断になるのか。もちろん当然その住民が十分に、住民の皆さん十分に避難できるというその時間的猶予をですね、限りなくたくさん取って、でたくさんの方が避難されたということを、まあ屋内退避ももちろん含めてですけれども、確認をして、でその上での弁当の判断ということはまあ理想的だと思っておりますが、でも1号機の時はそうやって、政府からの了解を待ったおかげで原子炉の圧力が上がりすぎて、それで弁当面が開かなくなったっていうところがあるわけですよね。待っちゃったら弁当失敗するんじゃないですか。ですから、もちろん今回のその逃がし弁当等々ですね、そうしたことの対策ももちろん今回改めて取っておりますが、ただ根本的なところはまさに知事おっしゃる通りで、いつ早くどういう段階でどういう確認をした上で、そうしたことをお知らせするかということだと思ってますので、今回の規制基準でその辺を定めたものってあるんでしょうか。ちょっと私今そこまで呼び込んでおりませんから分かりませんけれども、ただそこの、そのいわゆる防災系の運用については、仮に規制基準に定めてあっても、その通りやれるかどうかというのとはまたそれはそれで全然別の話だと思ってますので、いずれ規制でこれが3分の1だろうと万分の1だろうとですね、自治体としっかりしたそのとにかく訓練も 何回もやらなきゃいけませんし、いろんなケースを考えておかなきゃいけないと思いますので、それはこれからもぜひしっかり やらせていただきたいし、我々もぜひいろんなところでかませていただいて参加させていただくというふうにしていきたいと思っています。じゃあちょっと2つ目、2号機なんですけども、そっか、その前にもう一つ1号機の関係で、はい、進展予測でメルトダウンが起きるっていうのは実は3月11日の段階で東電内部ではご存知でした。
でも正式に発表したのは5月15日でした。メルトダウンですね。メルトダウンって認めたのが、はい、でこの間誰がどういう指示でこういう判断をされたのか、これやっぱり明らかにする歴史上の責任があると思うんですけども、ここのところはどういうふうにされますか。私どもとしては今回の原子力改革プランで、これは小前先生のご指導もありましたが、その辺のところを改めて調査して、で、5月になってしまったということについての、経緯についてはそれなりに掴んでいるつもりでございますけれども、ただ、この段階で誰が悪かったか彼が悪かったかということを我々の立場でするよりもですね、そうしたことのないように、今後どういうふうなことで二度とああしたことが起こらないように、していくかということで、我々は事業者ですので、そういうふうに考えております。だからいい悪いの話じゃなくて、これは検察の中起訴っていうことで出たっていうふうに承知していますけど、繰り返さないためになぜね、これ嘘をつくっていうことになっちゃったのかという背景を説明した上で対策を取らないと、また情報の隠蔽が起きるんじゃないかっていう、これ不安あると思うんですよ。やはりそこのところはちゃんとやっていただいた方がいいと思います、ね。もちろん私どもとして、しっかりその現場の要するにどうしても先導が多くなって、いろんな方がこうした方がいいんじゃないか、した方がいいんじゃないかということがあって混乱したというのもありますし、情報の発信発表についても、同様なことがあったのも事実ですので、これは極力その現場を優先して、で現場から発出したことをいかに早く外に出していくかと、まさに今全然状況は違いますけれども、汚染水の問題であるとか、いろんなことでいろんな今情報データが出るようにさせていただいておりますけれども、それもそうしたルールに基づいて、余計な人が余計なことで余計なところで口挟まないように、それはそれでどんどん出ていってしまうと、逆にそういうこのやり方を今始めさせていただいております。どうしてもこれは聞いとかないといけないんですけど、今回福島の事故でですね、放射能の最大の汚染源になったのが2号機ですよね、2号機の、これは格納容器破壊、なぜ起こったと分析をされて、でどういう対策を取られたんでしょうか。これはですね、もちろん弁当ができなくて、で圧力が上がってということはもちろん当たり前のところですが、じゃあなぜそういうことが起こったかということは、正直なところ完璧にはこれが原因だというのは2号機に関して言えばですね、他の号機はだいぶ分かってきてますけれども、正直言ってこれがこれだというふうには今断定できておりません。でもちろんそれじゃあ当然不安なわけですから、当然いろんなケースを考えて、これが原因だったんじゃないか、あれが原因だったんじゃないかということで、それを一つ一つ潰して、これが原因だった場合はこういう対策を取ってあれから大丈夫だというようなことを今柏崎については施している参っております。で規制基準の中で、クリアすれば全部大丈夫だと思いますか。いえですからそこはですから我々は我々なりに、学習したところはあって、で、必ずしもそれが全部規制基準に書いてあるからとか書いてないからとかいうことでなくて、我々としてやれること、必要だと思うこと、反省すべき点については対策として取って、参りたいと思っています。はい、分かりました。3号機、4号機、4号機の話ちょっと、はい、4号機の話をちょっとお伺いしたいんですが、はい、4号機これ爆発をしたんで、はい、結局キリンでの注水が可能だったわけなんですけど、水量が高くて入れなかったはずなんですよね、爆発前は。でそういった事態に再びなった時は、これ民民の契約で、これ命にリスクがあるような場合でも行けっていうことになるんでしょうか。対応しにする人は一体誰がどういう症状か、これは知事がずっとご指摘されているところだと思います。もちろん我々としてはその緊急の時のための限度を上げていただくというようなことをもちろんして対応したわけですけれども、250ミリシーベルトでしょ、そうですね、それを超えるような場合はどうするんですか。そうですね、それについては正直なところまだその法律的にも、明確になっていないところがあって、それはこれから私これはまさに私どもでどうにもなるものでないんですね。これは国とのこともそうですし、今の知事がよくおっしゃっている、自衛隊の特別チームみたいなものもそうですけれども、これはこれからもまた国とお願いしていく必要があるところだと思っております。で3号機、これは言うだけにしておきますけど、
これあの冷却水注水失敗してますよね、あの爆発に至る前に、消防注水でリークが生じてるわけです。全部がいってないというやつですね。そうそうそう、はい、半分ぐらいは腹水器に漏れ出しちゃってるんですけど、はいはい、その対策は取られました、はい、それは今度ですね、そのまあ、分岐してるわけですね。でこっちに行ってほしかったんですけれども、両方に行ってるということ でこちらの弁をどうやって止めるかということをですね、でそれは今回柏崎についてはですね、しっかり対策を取って、こちらの弁を止められるようにして、でこっちに流すときにはこういうふうに流すというような形にさせていただきます。もう取ってあるんですか。今度はやってあります。やってある。やってあります。あ、そうですか。わかりました。そうするとあの最後確認させていただきたいんですが、はい、急ぎますか。ぜひあの、まあ、これはあの議論があるところですけれども、今回私どもはあの申請をさせていただくということですので、今までずいぶん我々なりにですが、今もいくつか申し上げましたけれども、そういう対策はすでに取ってきておりますけれども、まあ、これはあのよく言う我々の独りよがりかもしれないし、我々がその学習したものということで、取っている対策もありますので、まあ、そうしたものをぜひ、まあ誰がということよりも、むしろ我々でない、専門的な知識をお持ちの、まあ、そしてまたしっかりと試験をお持ちのところに、まずはチェックしていただくということは必要だと思っておりますし、それで、足りないとかダメだということであれば当然直していかなければいけませんし、直すんであれば早い方がいいと思いますので、これはできた、あのできれば絶対急ぐべきだというふうに思ってます。あの弁当以外のところでも、チェック漏れがあるといかんので、急ぎたいということですか。まあ、チェック漏れと我々チェック漏れないようにもちろんそうですけれども、少なくとも全ては我々のことから発して、今回対策を打っているものがたくさんございますので、基準にもちろん即して対策を取るものもありますが、そうでないものもあります。そうしたことをですね、まずはその我々一人呼ばれにならないように、しっかりとしたところでチェックしていただきたい。でポイントは、何か至らない点があるとか、ダメだということであれば、それは我々はすぐやり直すと、それは急いだ方がいいだろうというふうに考えています。はい、わかりました。お預かりいたします。はい、よろしく何卒お参りいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。知事、東電の安全対策納得いきましたか。これからって今日のダメでは分かるというだけですか。まだ言ってませんね。直すね。見ます。ちょっとこれが垂らされる。まあ、その状況にも、まあ、まさにステーションブラックアウトと全くない状況で、どういうことができるかというのも今はまさに訓練でいろいろやらせていただいてますけれども、とにかく繰り返しになりますけれども、どうやって早くそれを把握をして、で皆さんにお知らせするかということを、そこに一人尽きているというふうに思いますけど、もう一回申し上げますけど、2時間で逃げないといけないケースがあり得るんですよね。だからそれで、決断をして住民避難が終わっていない場合に弁当を求められた場合はどういう判断になるんでしょうか。判断というのは、その私どもの判断ですか。それともそうです。つまり機会を一応今取っているということでございます。3月11日当日5時の段階で吉田所長は消防注水の検討指示出されているんですよ。はい、
で進展予測もですね、はい、なされて、はい、メルトダウンということを認識されていたと、はい、にもかかわらず、これ着手するのが一晩経ってからなんです。非常に時間かかってます。今の説明だけでは理解できないところがあって、はい、というのはですね、先ほどの質問と一緒なんですが、結局弁当しないと圧力下がらないわけだから、避難確認ができるできない状態で弁当の判断をするんでしょうかっていうところなんです。そこはどういうふうに整理されるんでしょうか。はい、ですから先ほども申しましたように、弁当の判断の前、今回、まあ、特に柏崎については、まあ、そうしたことのないように、まあ、防潮堤やその他含めてですね、前回の時にできなかったことを生かせなかったことをどうやってそこで一つ一つ生かしていくのかということでは、それなりの対策を今打っているというふうに考えます。どんな対策打たれたんですか。ですからまずはそのもちろん訓練とかですね、そうしたようなこともそうですし、消防自動車高台にいくつも置いたというのもそうですし、消防自動車運転したことなかったですから、福島の人間はですね、これはもう本当に訓練してなかったということもありますし、まあ、そうしたことも含めてとにかくいろんなケースで、給水ができるような、冷却のための水が確保できるような形、より大きな破壊を避けるために、もうしょうがないという形で排出するという決断を取られるのか、住民避難が終わっていなければ弁当は避けるという判断になるのか。もちろん当然その住民が十分に、住民の皆さんが十分に避難できるというその時間的猶予をですね、限りなくたくさん取って、でたくさんの方が避難されたということを、まあ、屋内退避ももちろん含めてですけれども、確認をして、でその上での弁当の判断ということはまあ理想的だと思っておりますが、でも1号機の時はそうやって、政府からの了解を待ったおかげで、原子炉の圧力が上がりすぎて、それで弁当面が開かなくなったというところがあるわけですよね。待っちゃったら弁当失敗するんじゃないですか。ですから前にどのぐらい前に、そうした、皆さんへの通報ができるかということだと思っています。まあ、それは状況にもよりますし、何でもかんでも通報すればいいというものももちろんないと思っていますので、それはしっかり状況をシミュレーションしてですね、で、それぞれのどの段階でできればなるべく早くですね、お知らせするという形に、今柏崎の訓練でもですね、まあ、そうしたことをいくつかやるようにしておりますけれども、まあ、そうしたことを積み重ねていくということだと思っています。3時35分か37分かどっちかでステーションブラックアウトですけど、でその後ですね、実際弁当ができるようになるためには、やはり非常事態宣言が出ないとできないんですか。なくてもできる。